ヤフーアルプス社株式会社アルプス社はかつて日本に存在した地図の制作、販売会社である。アルプス社はアトラス RD シリーズなどの地図の出版とプロアトラスシリーズなどの PC 向け地図ソフトの制作、販売などを行っていた。しかし、売り上げの減少により2004年に 民事再生法の手続きを申請。ヤフーが支援に乗り出し、ヤフー100%出資の子会社となった。その後も、道路地図庁や、プロアトラスなどソフト製品の制作、法人向けの GIS によるソリューションなどの事業を続けていたが、2008年にヤフーに吸収合併され、解散した。その後は、ヤフーの中の一セクションとして、事業を継続している。 ヤフー地図、ヤフーカーナビなどは、アルプス社時代からのスタッフが中心となり、開発している。アルプス社、ヤフーと合併し4月1日付で、消滅会社に、名称は、ラボで存続。C ネットジャパン、2021年7月16日、閲覧。株式会社インプレス。地図ウォッチ、アルプス社時代からの、地図屋が改良を重ねる、ヤフー地図の UI と図式。 最新データは検索トレンド元に独自更新。ヤフー地図。カーナビ作りの現場を訪ねて。名古屋。東京第1回。インターネットウォッチ。2021年7月16日。閲覧。道路地図帳、アトラス RDX2008 年版発売。ウェブで。全ページ立ち読み可能。internet.watch.impress.co.jp。ウォッチインプレス 2021年7月16日へ閲覧。クレオ、アルプス社の地図ソフト、プロアトラスを共同展開。pc.watch.impress.co.jp。2021年7月16日へ閲覧。ありがとうございます。